再結晶とは、合成、または抽出などによって得られた、祖結晶をより良質で不純物の少ない結晶へと成長させるための操作である。この後は、科学、物理学のほか、地質学でも用いられる。温度を緩やかに下げることによってより大きな形の良い結晶ができ、収集率も向上する。一化合物を容器に入れる。に適切な溶媒が選択され、 溶媒を入れる。る。三加熱し、飽和状態に溶解させる。四加熱によって、溶解度が高まっていたため、温度が下がるにつれ溶解度が下がり、物質が飽和し、容器の底などに目的とする物質が再結晶化する。理想的には不要な不純物は、まだ溶媒に多く溶けたままである。科学における再結晶は、生成の方法の一つ。 荒結晶を溶媒に溶かし、溶媒の蒸発、温度差や、溶媒の混合比の変化による、溶解度の差などを利用して、結晶を積出させる。再結晶をする前に、ある程度目的物を管理して、純度を高くしておく必要がある。再結晶の収集率を高めるには不純物が、混じっているものより、純度が高い方のものの方が都合が良い。 適切な溶媒は対象をよく溶かすもので、混合した溶媒もよく用いられ、再結晶したい、化合物の有点より沸点が10度以上低いことで、油状に溶けることを回避する。次に加熱して、最小量の溶媒に化合物を溶かすが、多くの溶媒には因果性と毒性の高い蒸気の危険性がある。この時、 その溶媒に不溶性の物質が混じっていると当然、溶けないため、溶媒を過剰に追加してしまわないように注意が必要となる。次にろ過を考慮し、というのは、さらなる溶媒の追加と、ろ過装置を温めておく手間がかかるためである。次に結晶化であり、放置して冷却、あるいはさらに低温に冷却、また主結晶を加えたり、容器内容。 ガラス棒でこすり結晶化を促したり、それも失敗すれば、線をして数日放置してみる。最後に、ろ過し、冷たい溶媒で洗い、乾燥させる。沸点が低い、あるいは熱に安定しないものを生成するには、低温再結晶を行う。方法一素結晶を、少量の溶媒に溶かす。水浴などで加熱する。溶媒が完流し始めても溶け残りがあるようであれば、 溶媒を足して完全に溶かす。熱時ろ過して不溶物を除去する。速やかに冷却する。結晶が出ないようなら冷蔵庫、冷凍庫でよく冷やす。それでも結晶が出なければ種結晶を入れるか、スパーテルで壁面をこすって刺激を与える。うまく結晶が出れば、切り余ろうとなどを用いてろトりする。結晶が出なければ濃縮して一からやり直し。 方法に素結晶をできるだけ少量の量溶溶梅に溶かす。水浴などで加熱する。ここに品溶媒を少しずつ溶液がかすかに不透明になるまで加える。量溶溶梅をごくわずか加え、再び透明にする。熱じろ化する。以下方法1と同じ。方法3素結晶を少量の溶媒に完全に溶かす水浴などで加熱して、溶媒を飛ばして濃縮する。 ある程度体積が減ってきたら、加熱をやめて放冷する。以下方法1と同じ。常温で圧炎などの加工によって変形した金属は、加工効果を起こし、物理合成によって合成したセラミックスや、酸化物など荒結晶は結晶中に、格子の歪みや、血管などが存在する。これを、ある温度まで加熱すると急に軟化し、変形した結晶が、 多角形の細流に分割結晶する。増加していた点位も消滅し、結晶粒は内部歪みを持たない安定したものとなる。金属工学、材料工学ではこれを再結晶と呼ぶ。再結晶が始まる温度を再結晶温度といい、金属の種類や加工の度合いにより異なる。再結晶の後もさらに加熱を続けると、結晶粒成長が起こる。 再結晶温度以下での加工を冷間加工、再結晶温度以上での加工を熱間加工という。冷間加工では常に加工効果が起こるので、焼けな、増しによって内部応力を下げる作業が必要になる。ありがとうございます。